9章再開。信行と雪村の活躍もあり、真田は徳川を撃退する。その鮮やかな勝利は巷でも評判になっていた。戦勝の喜びもつかの間、上杉に戻った雪村のもとに正行上洛の知らせが届く。雪村もまた景勝に付き従って上洛することになった。羽柴改め豊臣秀吉の治める地大阪、そこで雪村を待っていたのは懐かしき者との再会と、後に運命を共にする仲間たちとの出会いだった。新商品です。またお引き立てを。真田は豊臣に臣従する。お前にはこれからは豊臣の人質を務めてもらわねばならん。はっ、されど上杉の方は。上杉もまた豊臣に従った、否やはない。さようでございましたか。承知いたしました。父上、秀吉様とはどのようなお方でしたか。天下人をどのように。父上、取り立てて申すことはない。さようですか。お前が真田幸村か。はい、さようですが。秀吉様がお会いになる。来い、友の者はここで待て。ちょっと何それ偉そうに。大体あんた誰よ。よっちゃん。落ち着け。秀吉様のご使者となれば。家臣の教育がなっていないようだな。お言葉ですが。よせ三成、礼を失しているのはお前だ。失礼した。こちらは石田三成、俺は大谷義継、共に秀吉様にお仕えしている。ご丁寧に恐れ入ります。私は真田幸村と申します。挨拶は済んだな、行くぞ。秀吉様をお待たせしてはならんと言いたいのだ。勤めに忠実なあまり周りが目に入らない。許してやってくれ。余計なお世話。いえ。なんだなんだ三成、新人イビルか。くだらぬことを言うな。秀吉様にお仕えするのに古いも新しいもない。ただ忠義を尽くせばよい。新人だの古参だのはバカの言うことだ。そう思うなら共に働く仲間にむやみに喧嘩を売るような真似は慎むことだ。俺は別に余計なお世話だ。相変わらず言葉の足りないやつだ。
真田幸村と言ったな。俺は加藤清正、こっちは福島正則。三成の言う通り、子さんぶるつもりはないが、幼少から秀吉様にお仕えしている。よろしく頼む。お前、えれえと奥から出てきたんだってな。困ったことがあったら何でも言えよ。はい、よろしくお願いいたします。もういいだろう。これ以上秀吉様をお待たせするな。そうだな。それでは行こうか、幸村。はい。天下の豊臣家のご家中にしては、バカばっかなんじゃねえの。温かみのある方々だ。あの方々を束ねている秀吉様とはどのようなお方か。よう来た、雪村。あの正幸殿のせがれならば、官兵衛みたいなくせ者が出てくるかと思ったが、こりゃ涼やかなええもののふじゃ。くーん、寝てましい。はあ、あ、いえ、恐れ入ります。あ、さようにかとならんと。自分の家と思ってくつろぐがええ。なんぞ困ったことがあったら三成や義継に言うんじゃぞ。清正、正則も面倒見てやれ。承知しております、秀吉様。わかってるって。任せといてくれよ、おじき。ネネにも後で引き合わせてやらんとな。それと、もう一人。騒がしいですね。おお、著者、ちょうど良いところに。このような場においでになるとは珍しい。チャチャ様。じゃじゃ、このものはわしが預かった真田幸村じゃ。幸村、こちらは。チャチャ様、幸村です。まさかこのようなところで。知っています。相変わらず落ち着きのない。あ、失礼いたしました。なんじゃ、二人は知り合いじゃったんか。はい、以前安土でお目にかかりました。安土で、もしや本能寺の変の際、茶々を救い出してくれたのが雪村だったんか。はい。ほうかほうか、でかした雪村。子供の自分から大したもののふだったんじゃな。いえ、私は何もできず。そのような縁があるなら、大阪におる間は茶々の話し相手になって。無用に願います。おいおい、チャチャなかなか難しい年頃じゃろう。はあ。チャチャ様、なぜこちらに。どうにかなんねえのか。やめろ、正則。雪村の前で。いえ、チャチャ様はいつもあのような。おじきも俺たちもめっちゃ気遣ってんだぜ。少しぐらいにっこりしてくれても。気の毒な身の上だとは思うがな。ああまで固くなればどうにもならん。
やめろ、陰口などみっともない。んだドミツナリ、てめえもおじきへの態度が悪いってみっともないこと言ってたじゃねえか。それでも秀吉様が大切になさっているお方だ。ならば俺も同じようにお仕えするまで。そういえば雪村は茶々様の幼い頃を知っているのだったな。今はあんなだけどよ、昔はもっとつってんどんだったとか。いえ、気の強いところは終わりでしたが、決してそのような。ではやはり秀吉様をお恨みなのか。それは。ああもうめんどくせえ。とにかくあの姫様のことは雪村てめえに任せたからよ。そうか。お前が真田幸村か。俺は東堂高虎。義継とは浅井家以来の同輩だ。よろしくお願いいたします、高虎殿。お二人は浅井家に仕えておられたのですか。ああ。では茶々様のことも。幼い頃から存じ上げている。茶々様にお会いしたのか。はい。先ほど秀吉様への拝謁の際にな。相変わらずのご様子だったが。当然だろう、茶々様にとっては両親の敵。心を許せるはずもない。不穏なことを言う。では我らはどうなのだ。茶々様は浅井旧臣の方々とは親しくしておられるのでしょうか。逆だな。とおっしゃいますと。浅井の名のもとに集えば派閥とみなされる。それは無用ないさかいの種になる。茶々様はそれを避けるためあえて。長政様の面影を見て悲しむ輩を見ていられないだけかもしれんがな。なんだそれは。俺は別に。なるほど。しかしそれでは茶々様は。そう、あの方は常に一人だ。誰にも背を向けて立っている。あの孤高さには信長を思い出させるものがあるな。その点お前にはしがらみがない。は？流れに乗るしかない我々だが、縛られるもののないお前なら茶々様を解き放つことができるかもしれない。あの、それはどういう。お前には期待しているということだ。忙しい忙しい。
忙しい忙しい。はーい。ち。雪村様。忙しい忙しい。雪村様。いいな。わかりました。ほれネネ、この者が雪村じゃ。ネネも会ったことあるんじゃろ。うん、でも立派になったね。あの時は本当にありがとう。いえ、私の方こそ。秀吉様の奥方様でしたか。そうじゃ、わしの自慢の女房じゃ。もうお前様ったら。あの秀吉様、一つお聞きしてもよろしいでしょうか。なんじゃ。何でも言うてみ。茶茶様はなぜこちらにおられるのでしょう。秀吉様のご親族なのですか。ああ、それはじゃな。そっか、あの時は何も説明してあげられなかったもんね。はい。茶茶はな、浅井長政殿とお市様の娘子じゃ。つまり信長様の姪子じゃな。なんと。それではさよう。信長様によって父親を攻め滅ぼされお市様と共に織田家へ戻った。その後お市様は柴田勝家殿に身を寄せられたが、その柴田殿を滅ぼしたのがわしじゃな。お市様が茶茶だけは助けたいとおっしゃって私たちに託してくださったんだよ。そうだったのですか。お市様はお助けできなんだ。その分茶茶は幸せにしてやりたい。わしが言えた義理ではないと思うがな。お前様、茶茶があの時顔を出したのはな、雪村、お前さんに会いたかったからだと思うんじゃ。私に？そのような。茶茶を頼む。どうか仲良してやってくれ。はい。はい。いいね。いいな。茶茶様、改めましてお久しぶりでございます。お元気そうで何よりと。お目付役などを押し付けられてご苦労なことですね。え、あ、私は決してそのような。ついてくるのなら勝手にしなさい。相変わらずいけすかないお姫様だね。やめぬか、サスケ。まあ、苦労しそうではありますよね。う
ご苦労様です。あ、雪村様。さて、はい。あ、正幸様、ご苦労さ。正幸様。いらっしゃいませ。またいらしてくださいね。おっと、お前は。おお、正幸殿、ええところに。こいつは前田利家っちゅうてな。存じておりますよ、槍の又さ。ほうかほうか、利家の武名は天下にとどろいておるからな。そりゃ悪い気はしねえな。俺もお前の志望と腕っぷしはよく知ってるぜ、正幸。恐れ入る。なんじゃ、知り合いじゃったか。ま、ちっとな。昔話でございますよ。そうか。利家とはな、長屋暮らしの頃からの付き合いじゃ。わしが最も頼みとしておる男じゃて。よせよ、くすぐって。こいつがおらねば、わしなどのたれ死んでおった。正幸殿にもそういうものはおるか。わしを友と呼んでくれた方はおりました。ほうじゃろうほうじゃろう、そういうのは大事にせねばならん。ではな。おう。失礼いたします。すまねえな、売れてほしくない話だったか。気遣いは無用に願おう。しかし天下人とはもっと孤独なものかと思ったが。ま、お前の見立ては正しい。あいつは俺らには見えねえいろいろを抱えてる。だったら全部ひっくるめて支えてやるだけだ。お前も手伝ってくれるならありがてんだがな。心しておこう。さて、ではわしは上田へ帰る。雪村のことをよろしくお願いする。承知しました。国元へ帰られても妙な考えを起こされますね。これは異なことを。豊臣に弓を引く愚か者がおろうか。忠誠心に価値を見出す方には見えませんな。痛いところを突かれたな。だが、だからこその人質であろう。あなたはいざとなれば人質の命など考慮いたしますまい。よろしいな。くれぐれも豊臣に。くどい。何？いつなりと出陣を命じるがよい。秀吉様の敵をことごとく滅ぼしてくれよ。だが人質に万一のことあらば、豊臣の軍勢がたとえ100万であろうと、
我が地望でお相手する。覚えておけ。ではな、せいぜい気張れ、坊主。誰が坊主だ。よかろう。雪村様、お役目ですかな。ちゃんちゃん、遊びに来てくれたのか。たまたま近くを通りかかっただけです。チャチャ様、こちらはお知り合いの方ですか。明智光秀の娘です。なんと。いかにも、わらわは明智光秀の娘じゃ。今はチャチャ預かりの身となっておる。つまりわらわを煮るなり焼くなり、チャチャの自由ということじゃな。そうなのですか。そんなわけがないでしょう。真面目に取り合うのはやめなさい、雪村。あ、はあ。あながち誤りでもなかろう。わらわがこうしていられるのはちゃちゃのおかげじゃ。何が。大阪を好きに離れることさえさせてあげられないのに。それは致し方ない。チャチャがこうやって遊びに来てくれるだけで十分じゃ。通りかかっただけです。うむ、ではまた通りかかるのを楽しみにしておるぞ。チャチャ様、お待ちください。雪村と言ったか。そちはチャチャの従者なのか。は、はい、まあそのような。そうか。ではチャチャに優しくしてやってほしい。できればダチになってあげてほしいのじゃ。ダチ。そう、ダチじゃ。わらわもそう思ってもらえれば良いのじゃがな。良い天気ですな。はい。おねね様には忍びの心得も終わりと伺いました。これが。
ちの人の手助けができるようにね。これぞ内助の功ってやつ。あれ、内助の功ってそう読むでしたっけ。近頃は大阪も人の出入りが多くて物騒だからね。見回りなんかもやってるんだよ。おねね様自らそのようなことまで。ぜひお手伝いさせてください。ちょっとちょっと雪村様。ありがたいけど、それこそ忍びの心得でもないとね。大丈夫です。優秀な忍びがおりますからな。だってさ、先輩。あれ、先輩。うわ、汚ね、逃げた。本当に助かるよ。ありがとう、雪村、サスケ。はい、お任せください。なんで俺が。はい。呼んだか？